今月9日藤枝市でサッカースクールをスタートさせたのはデカ盛氏の愛称で知られる元日本代表フォワード森島泰人さんです。ドリブルつけないとでシュートつけないとやろ、パスもつけないとキックつけないと終わる。だそのためにはその名もデカ盛氏フォワード専門アカデミー。小学4年生から中学3年生を対象に月曜日と土曜日の週2日森島さん自身が指導に当たっています。さあ今からボールのキープの仕方を教える。まず手の使い方ね。 OK。 魔法のトレーニングないねんけど、これはどっちかって魔法かもしれん。俺体重88キロあんねんけど、俺でも無理やっぱ小学校6年生のさ春樹抑えんの。あれでもこうなった時に次はここに手を置く。ももここら辺 OK。 これってさただ押さえてるだけかな。なあこれでほらまだこんな感じやんけど、こう乗っちゃうねこうやって見て、ほらこうやってほらほら分かる、もう乗っちゃう。1時間の練習の半分以上でシュートを打たない独特のメニュー。キープする時の手の使い方、ボールの引き出し方などシュートまでの過程を特に大事にしています。ゴール取るためにもう野心的な感じでやってたんですけど、もっと考えないといけないと思ったのは本当29、30の時だったんで、まあ、そこですごいスタイルも変えてもっと考えないといけないと思ったんで。ジュビロクビになってから本当チーム一つもなくて、でもう引退だなと思った時にテイゲバジャーの宮崎さんから連絡があって、行くまではもう本当に大丈夫なんかな。2017年 J1 ジュビロから移籍したのは5部にあたる地域リーグの舞台。正直プライドも自信も失いかけていました。しかし浮上のきっかけを与えてくれたのはゴールでした。嬉しかったっすね。取らないと来た意味ないと思ってたんで、もうまさしくこのこれで人生変わりましたからね。本当に遅咲きですけど、九州そして関東一部リーグに所属した2年間では相手との駆け引きを学ぶなどプレーの幅を広げ、共に得点王を獲得。その活躍が認められ、2019年、31歳で J3 藤枝米 FC に加入します。一度は諦めかけた J の舞台での現役引退。それでもゴールが人生を変えてくれました。地域リーグ2年行ったっていうところがなんか下がったって感じになるかもしれないですけど、僕はあの地域リーグ2年間すごい大事で、地域リーグだろうが、ゴールの価値っていうのは変わらないと思うんで。90分の中で1人がボールに触れる時間は2分程度と言われるサッカー。伝えたいのは数少ないチャンスをものにするための準備の大切さです。無理やったらこっち、後ろの敵がねついてこないで、次はついてこなかったらここで受ける、こういう感じで。だから前を通るか膨らむか、 OK、 スペースを作るか、そのスペース空けたところを使うか。子供たちにゴールで道を切り開いてほしい。そして静岡から日本代表のストライカーを育てたい。説明とかもとても分かりやすくて、あのこう練習とか試合とかでも使えそうな動きとかでとても良かったです。ワールドカップに出て日本代表を日本で優勝に導きたいです。相手より点を取らないと勝てないんで、評価されないですし、ゴールが、ね、取るともう本当人生変わるよっていうところは伝えたいですね、はい、しっかり熱意持って、まあ、生徒に負けないように
僕も熱くやっていきたいなと思います。